どうも、笠原です。今日はですね、巨人2023年の開幕、開幕レギュラー争いが今熾烈ですけれども、その中で一番熱いのがですね、外野ですね。外野のこの熾烈な戦いがすごい。選手はめちゃめちゃいるんですよ。まあ今撮影日が、3月3日で、まあウォーカー選手が2軍落ちちゃって、まあいつ1軍上がってくるか分かんない状態で、なんですけど、まあ新外国人のブリンソン選手、もう肩えげつないし、まあバッティングもいいし、やっぱ多分ね、ウォーカー、ブリンソン、この2人が外野3、3つ中、2つをシーズン全部守るっていうことは考えづらいと思うんですよね。うん、その守備の観点から言っても、もちろん、ね、あのウォーカー選手も、2022年活躍しましたし、まあ今不調っていうだけで、守備のエラーとかもね、あって、オープン戦、それで落とされたと思うんですけど、まあすぐ、まあ上がってくるとは思います。そんな中で今、熱いのが、オコエ選手なんですよね。そうですね。俺ここに来てオコエ選手かと思って、多分気持ち入れ替えてやったんでしょうね。楽天でなんで今の活躍ができなかったのかっていうね、うん、やっぱ、まあ、巨人っていう球団はすごい、まあ、しっかりして、練習中ももちろん、まあ、どこの球団もピリピリしてると思うんですけど、そんな中でも、まあ、競争争いが激しいので一日一日を大事にしないと本当に生き残れない球団だと僕は思ってるんですよね。そんな中でオコエ選手の結果を今出してるっていうのは、やっぱ環境、巨人の環境が当てはまったんじゃないかと思ってます、うん、そんな中で足は速いわ、打つわ、守れるわってなった時に多分だいぶ新戦力になると思うんですよ、うん、でそんな中で今現時点でのベストメンバーがレフトオコエ選手、センターブリンソン選手、ライトバル選手、これベストっすね。まあ、そんな中で、まあ、対抗してくるのがルーキーの萩尾選手、うん、岡田選手、だったり、まあ、2軍から、まあ、多分すぐ1軍上がってくるウォーカー選手、うんうん、まあ、ベテランの長野選手とかはね、フルシーズン活躍出場するっていうのはちょっと厳しいとは思うんですけど、まあ、若手の秋広選手だったりもいますし、まあ、増田陸選手もいますし、松原選手もいます。まあ、その中でやっぱね、松原選手もね、まあ、やっぱパッとしない、うん、でルーキーの萩尾選手がどこまでやるのかも見もの、まあ、やっぱね、新しい人っていうのはやっぱ使いがちですよね。うん、どこの球団も新しい選手、同じレベルだったら新しい選手の方が、使いたがるっていうのがやっぱプロ野球の世界であって、まあルーキーの萩尾選手もパンチ力すごいありますし、まあ、6大学でナンバーワンスラッガーって言われただけのこともあってドラフト2位で巨人に入ってきたんですけど、まあ、萩尾選手がオープン戦であとどれだけ活躍できるか、開幕1軍も全然あると思います。うん、まあ、怪我とかもいろいろ、いろんな選手あると思うし、まあ、やっぱ原監督っていうのは打てる選手がね本当に好きなので、やっぱ走力よりも、まあ、走力も大事ですけどやっぱバッティングですよね、うん、やっぱ打てないとやっぱレギュラーってつかめないんですよ、ジャイアンツって。うん、めちゃめちゃ守備が上手くて活躍したっていう人は誰だろうな、守備範囲広くて足速くて松本哲也選手ぐらいですかね。守備がめちゃめちゃ上手くてレギュラー取った人っていないんですよ。あと昔で河合さんかな、バントができて、うん、それぐらいなんだよな、パッと思い浮かぶのが、うん、まあ、やっぱ打てないといけない。その中でまあ岡谷選手パンチ力もありますし、まあ、足もある、まあ、やっぱその新戦力っていうこともあってやっぱめちゃめちゃなんだろうな、期待してますね。でオープン戦もすごい、紅白戦でもすごい結果出してるのでありますよ。あと私生活しっかりやっとけばで、ジャイアンツになれないことっすね。もういつでもその初心忘れるべからずじゃないですけど、今の気持ちで開幕してもずっとその気持ちでやっていったらマジで覚醒すると思います。でそんな中で俺がずっとまあ、ショート動画とかでもいろいろ言ってるんですけど、マジで覚醒すると思うのがもうセンスマン岡田選手です、うん、この岡田選手ねめちゃめちゃいいと思うんですよ俺。もう なんだろうな、一番はミート力ですね。センスある、パンチ力あって、ミート力あって、俺ね岡田選手ね一軍でずっと使い続けたらね、全然その、まあ、阪神の近本選手にはなれないとは思うんですけど、それぐらいまでいくと思うんですよね。うん、うん、松原選手はもうあれかな、守備固め、うん、うん、
になっちゃうのかな。秋広選手は、まあ、可能性は無限大です、無限大です。だから外野のポジション争いがすごいです。うん、まあ、現時点ではレフトオコエ選手、センターブリンソン選手、ライト丸選手、まあ、丸選手はね経験もありますし結果もコンスタントに出せる選手ですので、まあ、丸選手は間違いないのかなと、うんうん、でやっぱねそのブリンソン選手、うん、まあ、ウォーカー選手も結果出してますけど、まあ、外国人枠っていうのもあるのでやっぱ、ね、ウォーカー選手が結果悪いとやっぱブリンソン選手になると思うし、まあ、外野3つのうち1個は外国人選手、ウォーカー選手かブリンソン選手じゃない、じゃないかなと思ってます。うん、まあ、開幕スタメンで、まあ、センター萩尾選手、なんだろうな、難しいな。でも今のまんまいくと岡田選手は開幕1軍残れてスタメンじゃない、うん、どん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 ちょっとずつ経験値を上げていく感じになるのかな。まあ、まあ、外野の争いがすごいです。その中でね、長野選手が、まあ、長野選手と、まあ、丸選手、まあ、梶谷選手もいますし、まあ、こういったベテランがお手本となって若手選手を育成するっていう意味でも、まあ、いい巨人の外野争いなのかなっていう、うん、感じで、これは誰を残すかね、うん、しんどいっすよ、うん、うん、まあ、増田陸選手はね、あのいろんなポジションできますし、まあ、しっかり、まあ、今もね、あの結果残してるのでこのままいけば残るのかな。うん、かといってね、外野しかできない選手も多いので、まあ、外野手ばっかりね残しても開幕一軍残れないので、まあ、誰かしら削らないといけない。ウォーカー選手は2軍ですけど、まあ、入れといて、ウォーカー選手、長野選手、秋広選手、ブリンソン選手、増田選手、萩尾選手、丸選手、松原選手、岡田選手か、あとオコエ、まあ、10人近くいるんで、まだ戦力的にはね巨人いいっすよ今年。うん、うん、まあ、ピッチャーの先発陣が薄い、まあ、中継ぎも薄いっすけど、まあ、ピッチャーが薄いっていうのと、まあ、キャッチャーは、まあ、大城か小林選手、うん、まあ、一塁中田翔さん、セカンド吉川、ショート坂本門脇、サード岡本和真、松田選手、うん、といった感じで、まあ、内野はね結構、まあ、中島選手がちょっと骨折してしまって心配なんですけど、そうですね、あと2000本安打まで77本、うん、なんで、まあ、内野はでも固まってますね。外野だよ、外野争いがやばい、まあ、もちろんみんな開幕一軍狙いに行くと思いますし、理想はね、難しい。でもオコエ選手、オコエ、ブリンソン、丸、岡田、萩尾パイセンどこで使うかだよな。ちょっと入ってくる時期早かったんだよな。うーん、あと 2,3 年後の大卒ドラフト2位だったらもう全然ありえた、はいはい、丸さんが年で、うん、まあ、外国人もね、そんな長く続かないと仮定して、うん、ちょっと早いな入ってくるのはまあそんな感じで外野手争いはね激しいっす。理想はレフトオコエ、センターブリンソン、ライト丸、でも岡田選手をどっか使ってほしいもう岡田推しなんですよ俺、岡田選手、うん、もう岡田推し、俺は活躍します、皆さん、岡田選手。まあそんな感じで、まあ皆さんは、皆さんの、まあ、開幕予想外野スタメンをちょっとコメント欄に書いていただくと、僕も全部ねコメント見るんで楽しませてください。ぜひコメントください。はい、今日は、外野の話をしていきました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ、バイバイ。東京都新宿区を主に活動している東京ギャンブラーズ草野球チームなんですけれども、基本平日活動しております。まあ、野球経験者で笠原翔輝と楽しく野球がしたいという方、ぜひ笠原翔輝のインスタかツイッターに DM をしていただければと思いますので、ぜひ一緒に野球しましょう。それとですね、今コロナとかでね、いろいろ仕事が減ってしまった方々も多いと思いますけれども、自分の知り合いの社長、いろんな企業があるんですけれども、今仕事に困っている方とかいましたらですね、気軽にそちらもインスタの DM、ツイッターの DM にですね連絡いただければと思います。そこから詳細だったり、どんな仕事がしてみたいとかね、当てはまらないっていう部分があると思いますので、気軽に DM ください。概要欄にインスタとツイッター貼っておきますので、よろしくお願いします。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。